ケジュール管理で大事なことですか。そうです。忘れないことじゃないですか。ないなので大切なことはスケジュールの一本化、まあ、一元化ですね。各場所を統一する、はい、アポイントの見える化、アクシデントが発生した時にも対応できる時間のスケジュール管理をしていくのが大切になります。スケジュール関連の行動パターンを統一するというのも大事なんです、っていうのは今の何個かのポイントでカバーできると思うんですけれど、はいはい、スケジュールの管理ができているって、うん、忘れないだけじゃないですよね。え、どういうことですか。これね、大事なポイントなんですよ、はい、あの忘れてなくてもつい遅れてしまう人っているんです。忘れているような気がしますけどね。そうなんです。私はねちょっとあの遅れてしまう人なんですよ、うん、そうすると例えば今日は1時に会議の約束だよ、会議だったらさすがに遅れないかな、うんうん、でも、まあ、約束をしている時にあ、もうちょっとで1時になっちゃう、これだけやってからにしよう、あ、1時5分になっちゃいましたってなったとするじゃないですか、うん、はい、これお仕事でやってしまうと、うん、私は1時から約束があるって分かっていたんですって言ったところで評価は下がってしまいますよね。そうなんです。だからスケジュールは覚えておくだけじゃなくて確実にその約束を守るっていうところまでがスケジュール管理、うんうん、あ、なるほどね。そうなんです。だから遅刻をしないっていうことでしたり、うんうん、あと期日を守るっていうことでしたり、うんうん、すごくその日付だったり時間っていうのはシビアなものになってくるわけです。確かに。いや、そうね、自分の評価が下がっちゃうっていうのもそうだし、うんうん、やっぱりその約束してるってことは相手の時間も使ってるんですよね。そうです ね、だから相手の時間もロスしてしまうっていうことがあるので、うんうん、そこはね気をつけないと、うん、ご迷惑をかけてしまう、いろんな意味で。そうなんです。うんうんうん、ありますね。そういうこともありますし、あと気持ちとしても、うん、あ、もう間に合わないかもって焦って準備をしたりすると忘れ物をしてしまったりですとか、はいはいはい、何かとこうバタバタバタってしてると、うんうん、いいパフォーマンスができるとは言い難い。で、しかも遅刻してからスタートしてしまうと、もう、あ、今日はあの意見を言いたかったのに、なんかちょっと遅刻してなんか雰囲気悪くなってるし、それどころじゃないなっていう形で、うん、本来の業務のところにも支障がやっぱり出てしまう。そうですね、気持ちが焦っちゃうしね。そうなんですよ、そうなんですよ、うんうん、というわけで、はい、あのさっき言ったスケジュール管理プラスアルファ、はい、必ず忘れない、あ、忘れないじゃないですよ、遅刻しないとか期日を守るっていう、その約束に遅れないっていうことをね、はいはいはい、大事にしていきたいです、うんうんうん、ではその実践方法どうしたらいいんでしょうか。どうしてますか、はい、プロデューサーは。僕はスケジュールの15分前に、はい、あのアップルウォッチが鳴るようになってます。おお15分前になればなんとかなる、なんとかなることが大体多いんで。そうですね、うん、でこれはね前ね1時間前にやったんですよ、ええ、そうするとねもうねそれ忘れちゃうんですよね、その時間が来た頃に。確かに1時間は結構厳しいかもしれない。そうそうそう、でも1時間だと移動時間も含めてなんとかなるって思ってたんだけど、ええ、ちょっとねそれはね早すぎたっていう感じでやってますね大事、うん、あのいろいろ試してみるってすごい大事なんだなって今教えてもらったんですけど、あの本当にその人それぞれの特性っていうのもあって、はい、やっぱり5分前行動って言われて遅れちゃう人、うん、10分前行動に変えるっていうことが効果がある場合もありますし、うん、さっきプロデューサー言ってたように、うん、アラームをかけるっていうのもすごく大事で、はい、その行動が起こる前にアラームが鳴れば、あ、次これだっていう頭が切り替わるので、うんうん、それもとっても大事です。あとは遅れてしまう人の中には過集中って言って集中しすぎてしまうっていうパターンがあるんですね、はい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 、今やってることに集中しすぎてしまって、うん、ついつい忘れてしまうとか、はいはい、あ、時間見るの忘れてたとか、うんうんうん、そういう時もアラームってすごく大事で、うん、次の行動に移さなくてはいけないよ、途中だったとしてもそこは中断して、うん、約束の場所に行かなくてはいけないよというアラームをかけるっていうのが大事になってきます。で、あとは私がやったことなんですけれど、はい、あの家の中で例えばお化粧をする時間、うん、朝髪の毛をセットする時間、はいはい、じゃ何かこうゴミ出しをする前にちょっと片付けたりの時間、うん、どのぐらい時間をかかるのかっていうのをね一回測ってみるのもねいい
ああなるほどね、そうなんです、はいはい、自分の行動のね一つ一つのパターンね、そう、だいたいこのぐらいかかるんだっていうのが分かると、うん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 、もう確実に変な話確実に間に合わないのが分かった場合即電話をするが大事なので、うん、なるべく早くね、そうなんです、分かった段階でね、なのでそれをやるためにも例えばもう寝坊をしているのにあなんか歯磨きして何してって言ってでも頑張れば間に合うかもしれないなんてやってても、うん、いくら頑張ってもそこが30分かかるんだとすると、うん、どうしても間に合わないことって出てきてしまいます、はいはい、なので自分の行動がどのぐらい時間かかるのか、はい、お手洗いに行くっていうのもそうですし、うん、あのお風呂に入るとかもそうかもしれないですよね、その1日の中の行動でだいたい自分はどのぐらいの時間かかるのかなっていうのを知っておくと、うん、いろいろなところに応用が効くのでそれもぜひね調べてもらいたいなと思います。そうですね、うん、でこれもねアプリがあるんですよ、そういうタイムログをつける、そうなんです、一個一個の行動の、そう一個一個の行動の生活のタイムログをつけるっていう形でいろんなアプリが出ているので、はい、ちょっとやってみるとね面白い感じでした私は。なるほどね、うん、というわけで、はい、いろいろな方法がありますけれど、うんうん、今回の一番のポイントはまずスケジュールを管理できるようになること、はい、でそのためにはもうお伝えしましたがスケジュールの一元化をしましょう、うん、あとはアポイントの見える化をしましょう、はい、で自分のパターンであったり癖をつけるようにしましょう、うんうんうん、この3つがまずすごく大事なことです、はい、でそれとともに確実に遅れない、それは期日であったり約束の時間であったり、うん、そういったものに遅れない工夫というのを自分の中で作っていく、もともとできている方もねいると思うんですけれど、はい、そうでない方、いつもなんかバタバタしてそこすごいストレスなんだよねっていう方ももちろんいると思うので、ぜひ今回を機に自分の癖、パターンを知ってどんな工夫をしてみたらいいかなって試してみるのが大事なのでやってみてほしいです。やっぱ普段なんかできちゃってるような人もなんか仕事が忙しくなったりとか、うんうん、なんか頭で考えてることがいっぱいになっちゃうと いつもできてることができなくなっちゃうから、それができてる人も普段からこう癖をつけておくっていうのはとっても大事ですよね。本当ですね、うんうんうん、あとはね、あのスケジュールとかをそのカバーする、はい、例えばタスクもそうなんですけれど、カバーする日であったり時間を作っておくといいって言われていて、はいはいはい、1週間の中に例えば金曜の午後をある程度他の仕事もできるような時間にしておくと、はい、1週間の中でできなかった仕事をそこでやれるようにするっていうことだったり、土日のどちらかを、ね、あの回収する時間っていうんですかね、はい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 、これまで今週できなかったことを回収する、はいはいはい、その余白の時間っていうのを作っておくと、うんうん、それもあのゆとりにつながりますので、確かに確かに、スケジュールの中にその空白っていうのもね、うんうん、あのわざと作るっていうのもすごく大事なので、そうですね、なんかそうですね、その日単位で見てもいいし、その1週間単位でも見てもいいし、うんうん、切り方をね、いろんなパターン作っておくのがいいかもしれないですね。そうですね、うんうん、ぜひあの皆さんのこんな風に工夫したよっていうのがあったらね、はい、コメントもいただきたいですね、うん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 、みんなで共有できたらなと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、それではまた見てくださいね、さよなら。